こんにちは。9月5日、緊急事態宣言中に、開催されます駿河男児デサフィオナイスの、開催についてお知らせします。感染対策の、準備は当然のごとく、万全に、行いますが、皆様にもお願い事があります。まずはじめにこのチケット、赤色と青色があります。赤色は後援者様の席になります。また青色の方が一般の方のチケットになります。この入場口が分かれていますので、各々の赤と青の入り口の方に分かれて、ソーシャルディスタンスを保ちながらお並びください。また裏面、ここにお名前とご連絡先を記入する場所があります。これを必ず、記入していただいて入場してください。もし書き忘れてしまったよっていう方は、入り口付近に机の上にボールペンを置いてあります。そこで記載してください。事前にご記入の方よろしくお願いいたします。そして、入場する際、体温、サーモグラフィティで体温を、測っていただいて、37度5分以上の、方は大変申し訳ありません、入場をお断りしております。そしてその際チケットの返金はできませんので、どうかご了承ください。そして体温を測った後、入り口に消毒を噴射するゲートがあります。そこで、消毒を浴びてもらっての入場になります。またその時にこのチケットは自分で切ってこっちをお持ちください。こっちの方をお持ちください。こっちの記載者、住所を記載した方は、出してもらって、こっちの長い方をお持ちください。これは再入場の際に必ず必要になります。必ず捨てないようにお願いいたします。そして、その次、入場してからは、いろんなところに机の上に机を設置してあって、机の上に消毒液が置いてあります。皆様で要所要所で必ず消毒をしていただくように、ご協力をお願いいたします。また、常に大型扇風機を、設置して、換気しております。扉も、全部開放しております。選手の入場の時だけ入場の演出があるため、扉を閉めさせていただきます。そしてまた選手が入場し終わりましたら、扉を開放して、大型扇風機のを回して、換気に努めたいと思います。その際、試合中、大型扇風機のブーという音がもしかしたら、するかもしれませんが、換気のため必要なことですので、どうかご理解と、ご協力をよろしくお願いいたします。次に試合会場内で選手に声をかけること、またハイタッチとか入場の際に上り旗を立てるとか、そしてまた選手に花を渡したいとかっていうのは、今回はダメです。そして試合終了後、選手との、会話、選手を捕まえて会話することも、館内ではやめてください。また会場内で、飲食なんですけども、食べることはやめてください。そしてお酒は絶対ダメです。また飲み物に関してはペットボトル、
でお持ちいただいて、こぼれないように、飲んでいただくという形で、飲んだらすぐマスクをしていただいて、マスクは必ず、使用してください。もしお持ちでない方は即退場していただきます。またもしくは入り口でマスク持ってない方、今時いないと思いますけども配布しますので、必ずマスク着用で、ご入場ください。そして試合開始は13時からです。会場、入り口を開放するのは12時に、開場されます。12時から、入場ができますので、お時間にゆとりを持って、また席の方が3300人の収容のキャパで660人の収容となっております。席が非常に余裕があるので焦らずに先着自由席でも前の方で見れるはずですので、焦らず、また走ったりとかソーシャルディスタンスを詰めたりとか、そういったことないように心がけながらご来場いただければと思います。出場選手たちへ、メッセージです。今減量に入っている選手たちも多くいると思います。試合の開催、これは間違いなく開催しますのでご安心ください。もし万が一国の要請により無観客試合じゃなきゃダメということがことになれば、無観客で開催するということも頭に入れております。その際はチケットの返金の対応をしたいと思います。で今選手も、ね、追い込んで疲れも溜まっていると思います。だから開催に関しての試合ができるできないの心配は一つでも、なくしてください。ただコロナ感染に関して自己管理だけは、これは僕がどうこうできる問題じゃないので、どうか一人一人体調管理に関しては気をつけてください。そしてこの静岡県富士市で素晴らしい戦いを全国のみんなに、またテレビ放映の放映される、テレビ放映されるこの静岡県民の皆様に勇気、感動、活力を与えられる、そんな試合をみんなに期待しております。頑張ってください。そして来られない皆様にお知らせです。今回ネット配信で、テレビ静岡様が、ライブで生配信されます。これは、有料になっておりまして、2000円になっておりますが、ぜひ、会場に来られない分、選手たちの応援を含めて、ぜひご覧ください。またテレビ静岡で翌7日深夜12時25分に1時間枠でテレビ放映される予定です。静岡県民の皆様、ぜひこの熱い戦いを、みんながこのコロナ禍で不安の中頑張ってきたこの姿をぜひ見てください。応援よろしくお願いいたします。最後に前日の検診計量の様子をこの駿河谷チャンネルにて生配信します。12時50分からライブ配信をしていきたいと思いますので、どうかそれもご覧ください。また見に来ていただける皆様にいろいろお願い事が多々ありますが、当日は自宅に帰るまでの感染対策をよろしくお願いいたします。この会場から感染者一人も出さないように、僕らは感染対策
一生懸命、対策して、頑張って開催したいと思います。理解とご協力よろしくお願いいたします。選手たちも頑張りましょう。